今回はね、いくつかヤバい情報が判明したから紹介していこうかなって思います。まあ例えばシーズン2がいつ始まるかとか、まあランクの無料スキンのちょっとした情報、あとはちょっとしたワンタイムイベントみたいな、ミニイベントみたいなやつがもうすぐ来ることや、とあるアイコンエモートのダンスっていうのが多分これなんじゃないかって言われてるやつがあるから、まあそういう系を、まあそういうちょっとした情報を紹介していこうかなって思います。まあまず一番最初はチャプター5シーズン2がいつリリースされるかっていうのよね。まあなんと今日の朝方午前4時に判明したんだけど、次のねチャプター5シーズン2のバージョンっていうのがバージョン 29.00 になってんだけど、そのバージョン 29.00 がステージングサーバーに追加されたらしい。だからちょうど1週間後、3月8日にチャプター5シーズン2のアップデートが来るね。フォートナイトってさ、たまにね、そのシーズンの期間っていうのを延期したり短くしたりすることがあるよ。まあ今回は一切変更はないみたいだね。まあちょうど1週間後に始まるみたい。まあそう考えると、ここに書いてある通り3月8日の午後4時からアップデートがありそうだね。まあどうなんだろうね。まあ3月8日の夜中あたりでできるようになりそうだけどね。そしてね、次はリアルタイムのイベント、まあミニイベントのザ・ハンドがマジで近いうちに来るみたい。まあ今日なのか明日なのか明後日なのかは今んところね不明なんだけど、まあついにねこのイベントが開催されるみたいだね。まあ多分リアルタイムでこの手が出てくるところとかも多分見れると思う。そしてこのミニイベントザ・ハンドっていうのは昨日ね登場するって噂があったんよ。けどね、結局登場しなかったからマジでいついなくか分かんない。今日来る可能性もあるし明日来る可能性もあるし、けどまあ来るみたい。そしてこのミニイベントのザ・ハンドに関する情報っていうのもあったね。まあまずこれはチェーンを、めちゃめちゃ HP のあるチェーンをみんなでダメージを与えてチェーンを外してなんか宝箱を開けるみたいなイベントなんだけど、チェーンとサブチェーン4つをね破壊する協力イベントになってるみたい。まあみんなで協力してチェーンを破壊するってイベントだね。そしてチェーンの体力っていうのも公開されて500兆になってるみたいだね。もうあんまり見ることのない桁になってる。そして各サブチェーンは体力5000万になってるみたいだね。まあ、おそらく日が経つことにつれてダメージが当たるようになってくみたいな、そういう感じのミニイベントが来るっぽい。いやこれめちゃめちゃ楽しみだね。そしてね、次は動画で2回ぐらい増えたのかな、来シーズンのランクの無料報酬としてこのオデッセイってスキンがもらえることが判明したと思うよね。こいつに関するちょっとした情報が出た。まあこいつっていうのは多分ランクを1回プレイしたら誰でも無料でゲットできる、まあ、めちゃめちゃいいスキンなんだけど、もちろんねランクの報酬ってことでブロンズからアンリアルまでのいろんなスタイルが登場するみたい。そしてその登場するスタイルっていうのが判明したね。それがこれになってるみたい。まあブロンズからアンリアルまでこんな感じになってるみたいだね。まあどれが一番かっこいいかどうかとはちょっと何とも言えないけど、まあこれが来るっぽいね。まあ噂になってたさ、こっちのアテナって呼ばれてたスタイル、まあこれは登場することないっぽいね。個人的には一番これが欲しかったんだけど、まあランクの報酬ならしょうがないよね。まあそしてね、今までのランクの無料報酬って考えてみたらアンディアルに行ってたとしたらアンディアルのスタイルしか使えなかったじゃん。今回もそういう感じになるのかな。この辺もね気になるよね。まあこれが来シーズン無料でゲットできるスキン、そしてスタイルになってるみたい。そして次はね、近い将来フォートナイトに追加される予定のね車っていうのが見つかった。まあなんとねロケットリーグが近いうちにこの車っていうのを追加する、まあ登場させるみたいだね。まあ動画もあって動画こんな感じ。
なんかもういかにもヤバそうな車を追加するみたいなんだけど、これが、まあ、ロケットリーグに来た後、将来的にフォートナイトにも追加されるみたいだね。まあなんかかっこいいかかっこ悪いかと言ったらちょっとなんとも言えないんやけどね。これどうなのかな、ロケットリーグで、ロケットリーグとさ、フォートナイトで車の値段とか違うのかな。車の値段違うならロケットリーグで買った方が絶対いいのにね。まあ将来的にこの車が追加されるみたい。そしてね、次はね、今後登場予定のアイコンエモートがこのダンスなんじゃないかって噂になってる。まあ昨日かな、今暗号化されてるアイコンエモートっていうのが見つかったんよね。それがこのアイコンエモートなんだけど、まあ、このね画像しか見つかってなくて、今暗号化されてて、1週間以内にアイテムショップに来るエモートになってるんよ。このダンスがねこれになるんじゃないって言われてる。まあ著作権ちょっと怖いから途中で音楽消しちゃったんだけど、この音楽そしてこのダンスがこのアイコンエモートのやつなんじゃないかって言われてる。まああくまで言われてるだけで、まあもしかしたら違う可能性もあるけどね。まあちょっと少し前にねこれになるんじゃねって言われて、結局全く違うダンスのやつが来たりしたからわかんないんだけど、まあなんかこれだったらねめちゃめちゃ当たりっぽいよね。自分何なのか全くわかんないけど、なんか音楽がいい。普通に煽りエモートとして使えそうでもある。まあこれが多分今シーズン中なんじゃないかな。だから1週間以内にアイテムショップで登場するみたい。何 V バックスかな ?500 かな。なんか最近アイコンエモートめちゃめちゃ当たり多くていいよね。そしてね、最後に今シーズンリリース予定だったんだけど結局登場しなかった。破棄されちゃったマークスマンライフル。DMR のデータっていうのが公開されてたね。まず武器のデザインっていうのがこれになる予定だったのかな。そしてダメージがコモンからレジェンドまであるんだけど、まあ、今から紹介するのはレジェンドのデータやね。ダメージが70でヘッドショットダメージが122、そしてマガジンサイズが7のね、普通に来たらめちゃめちゃ強そうなDMR が来る予定だったんだけど、まあ、結局ね破棄されちゃったみたい。普通にね今シーズンなんか武器のねやつ意外に良かったからね、まあ、登場しても良かった気がするけど、まあ一応ね登場予定だったんだけど登場されなかったものもあったみたい。だから今シーズン武器の追加っていうのあんまなかったもんね。まあ今回はこんな感じかな。まあバトルパスも楽しみだし、あと来シーズンの無料スキンも楽しみ、まあ、車も楽しみなんだけど、やっぱりマジでもうすぐ来るリアルタイムのさイベントっていうのがめちゃめちゃ楽しみだね。まあ多分動画にはワンタイムイベントみたいな感じで書いてると思うんだけど、まあ、これがめちゃめちゃ楽しみ。マジで近いうちに来るみたいだし、なんか最近みんなで協力する系なかったじゃん。それがねついに来るってことでね、個人的にめっちゃ楽しみだな。まあいつ来るだろうね。まあ他の詳細が出たら紹介しようかな。また、まあ近いうちにそういうねリアルタイムのワンタイムイベントみたいなやつも来るみたいだね。